うまみ調味料ですね。グルタミン酸ナトリウム。グルタミン酸塩とも言いますけれども、まだナト,ナトリウムなどの塩がついた化合物ですね。うまみの主成分として、世界で初めて、えー、日本人がですね、発見したうまみでございます。これがなぜか誤解されていてですね、えーまあ、味の素っていう会社が、もともとそれをきっかけに創業された会社なんですけれども、 味の素は体に悪いと思っている人たちが未だにたくさんいることについて驚愕を受けていると。以前ですね、もう本当に国民的なグルメ漫画として有名になった美味しんぼ。まあ美味しんぼってでも実は、いや僕も愛読者ではあるんですけど、美味しんぼ見てると結構とんでもない、とんでも説みたいなスーパードライはビールじゃないとかマイクロソフ、マイクロソフトは 悪の帝国だとかですね。もう爆ードホップ以外を使っている、の原材料を使っているものはビールとは読んではダメだとかですね。もう数々の、ね、とんでもの説をですね、巻き散らしている。 漫画だっていうふうに言われております。最後はね、あの、福島第一原発の放射能汚染みたいな話で自爆して終わってしまいましたけれども、僕はあの、直接お会いしたことはないんですけど、カリ哲さんってあの、原作者の方はですね、非常に激しい方らしくて、あの、小学館の漫画の編集者の方々何人かお知り合いいるんですけれども、そちらの方々から武勇伝をたくさん聞いております。あの、非常にあの、個性豊かな方らしいんですけれども、まあ、その変人はですね、彼のあの、カリ哲さんのオフィシャ サイトとあとですね、あの、コンビニで、えー、レンカ版の漫画コーナーってあるじゃないですか。安い漫画コーナー、その焼き直しみたいな。で、美味しんももそういうコーナーあるんですけど、そこになぜか、おまけで、カリアテッさんのコラムがついてるんですけど、そこの、もう内容がものすごい激しすぎて、めちゃくちゃ面白いんで、あの、機会があったら、コンビニでですね、あの、美味しんぼを買って、カリアテッさんのコラムを読むとですね、 ま、よっぽどこれ苦労したんだろうなって、あの、花咲明さんっていうですね、えー、漫画家さんの方が編集者的な立場で、この刈谷ッさんの人格をですね、貝原雄山と山岡史郎にこう文化して書いてるっていう、その、 なんかもう、すごい傲慢で激しい部分は、えー、カイバルユーザン。そして、繊細でですね、青臭い部分は山岡史郎。そして、ちょっとした優しさを持ってるらしいんですけど、これがですね、栗田優子さん。でも、とんでもないバカなことを、あの、やるのは富副部長みたいな感じであれ、全部刈谷デツさんのですね、人格を皆さんが楽しめるようにですね、分解してあそこの中に入れてしまったっていうのが真相らしいので、 あの、非常に面白いんですけど、それだけやっぱり影響力があった漫画なんで、僕だって信じてましたもんね。あの、京都の大地っていうすっぽん屋さん、コークスでですね、1000度近くまで鍋を、えー、の温度を上げてですね、一気に炊き上げるから美味しいみたいなやつある、あるじゃないですか。あれはでも本当にそうなんですよね。大地さんともう亡くなっちゃいましたけど、そこで修行してた方がですね、独立された、東京の赤坂にあった佐久間っていうすっぽん屋さんとか、えー、本当にあの鍋をですね、鍛えて、もうほんと7、8割は割れてしまうらしいん ですけど何個か助かるらしいんですよそれを使って、えー、鍋を作るんですけどおいしんぼではですねその鍋の中にですねすっぽんのエキスが入ってるからご飯と水だけで炊いてもですねすっぽん鍋になる丸鍋になるすごいんだみたいな話が あの出てくるんですけど、俺マジで信じてましたけど、そんなことあるわけないよねっていう陶器の鍋で、そこに染み込んでんのか、本当にっていう。まあだから、割ととんでもな、とんでも漫画で始まったのに、なんかいつの間にかなんか国民的グルメ漫画になっちゃって、みんなあそこに書いてあること本当だって信じ込んでしまってるっていうのが、 まあ、その現象が面白いんですけど、その最たるものがこの味の素でございますよ。これね、僕友達ともね、殴り合いの喧嘩になりそうになったことがあるんですけど、だって、昆布の主成分はグルタミン酸じゃないですか。だから、だってその、池田さんってね、あの、味の素のね、もともと作った人が、その、旨味をその発見した時も、要は、昆布の主成分として発 ね発、あの、発明というか、えー、抽出してですね、これがうまみの元だったんだっていうのを発見したわけですから、同じなわけですよ。やっぱね、1920年代、30年代に、あまりにも、その、科学に対しての不信感が広まってしまったのが背景にあると思うんですね。アミノ酸って、 あの、D 体と L 体っていうですね、光学異性体っていうのがあるんですよ。あの、鏡の鏡面の、鏡で見ると右と左がこう逆になるじゃないですか。あれと同じでですね、化学式は同じでもですね、立体構造が違うっていうアミノ酸があって、なぜかですね、普通に化学合成をすると D 体と L 体が半分ずつできるんですけど、これね、野より良治先生かなノーベル賞を取った科学者がいるんですけど、彼がですね、のチームが中心になってですね、不正合成といって、化学的にも、 え、片方のその自然界で自然界のタンパク質が合成できる方のアミノ酸だけをですね、化学合成する方法が見つかってですね、昔はそういう,こう D 体と L 体が混在していることによって、D 体と L 体でですね、反応が違う アミノ酸とかですね、化学物質があったんですけれども、こういうのが結構、例えばサリドマイドっていうですね、えー、分子があったんですけれども、こちらは睡眠薬として使われてたのかですね、天然の成分の方は大丈夫だったんですけど、整合性しないとですね、半分、うん、別の子、 高額異性体の方も発言してしまってですね、そちらの方が、えー、体に対して既形児を誘発する。だから、えー、寝不足の、こう、妊婦さんがですね、飲んでたらですね、既形児がいっぱいで,できちゃ、きちゃったみたいな、そういう事件があったりとかして、高額異性体の問題っていうのがすごく社会問題になったんですよね。まあそういったこともあったりとかして、そのなんか工場で作られる、その旨味成分に対するその懸念みたいなものが、 ものすごく広がった時期があるんですよね。旨味がじゃあなんでこんなに長い間発見されなかったのか。というのは、旨味単体だとほとんど味感じないんですよね。昆布とか鰹節で出汁を取って、えー、見たらわかると思うんですけど、もう塩,塩、塩とか入れずにお湯とかその水でですね、出汁をこう取った後の味をちょっと味見してほしいんですけど、まあ多少味はするんですけど、うめえなって感じではないんですよ。 でもそこに塩をちょっと入れてあげたり、醤油をちょっと垂らしてあげたりすると、めちゃくちゃうめえってなるわけですよ。これが旨味の正体で、日本人って昔からその旨味をすごく大事にしてきた,たし、まあなんとなくこう経験でですね、昆布と例えばカツオの合わせだしを取るとですね、めちゃくちゃ味噌汁がうまくなるとか、そういったことをですね、 あの、皆さんがやってたんで、味の素もグルタミン酸ナトリウムが単独でこう分離されて、これが旨味の本質だったってこと,ことが分かったっていうのは、それはまあ必然のことなんですけれども、単体で味の素を舐めても、大して別に味しないわけですよ。だから、みんなね、入れすぎちゃう。それがね、一つ、味の素食べると下、下がピリピリするとか、味の素入れすぎのラーメンはピリピリするとかいうのは、ピリピリするのは入れすぎだからな。 それは醤油でも塩でも何でもそうですけど、入れすぎるとピリピリしますわ。当たり前ですわ。入れすぎたら体に悪いの。当たり前ですわ。味を感じにくいんで、単独だと味を感じにくいんで、例えばラーメンに、ジロ系のラーメンとかだとですね、グルエース、まあ今グルエースじゃないのかあの、本当に大さじドボンみたいな感じで入れてますけど、あんな入れる必要ないんですよ。ほんと耳かきいっぱい、たい ラーメン一杯の旨みは、本当耳かき一杯で十分っていうふうに言われてます。だから僕あの、味の素を使いたい人は、ぜひですね、味塩をおすすめします。味塩というのはですね、いい感じにあの、味の素と塩の分量がですね、比率が、えー、黄金比になってますんで、あれを使うのが僕一番いいと思います。まあもちろんあの、ウェイパーとかですね、ソーミシャンタンみたいなやつでもいいんですけど、とにかく、 ああいうのってめちゃくちゃうまくなるんですよ。グルタミン酸の次に発、あの、発見された、あの、単独で発見された旨みって何だったかっていうと、グアニル酸なんですよね。グアニル酸は、あの、シイタケとかのキノコ類の旨みですね。で、グアニルってあの、グアニンですよ。DNA の、こう、塩基のね、配列で ATGC ってありましたけれども、G です、G です。G に当たるものがグアニンなんで、えー、そちらから、 えー、実はですね、この旨味が元になった、これはあの、山沙醤油ってところの研究所で発見されたらしいんですけれども、キノコのその旨味の本質はこのグアニル酸にあったということで、グアニル酸が単独で分離され、この山沙醤油はですね、グアニル酸をですね、大量生産することになるんですけれども、この大量生産技術が実はその、メッセンジャー RNA ワクチン、今回ね、あの、新型コロナウイルスで大バズリしましたけれども、この新型コロナウイルスのワクチンを作るためのメッセージ、 エッセンジャー RNA の原料としてヤマサ醤油がこのグアニネジ酸をですね大量に供給しているまあグアニネジ酸以外のですねこういった RNA を作るための部品をですね供給しているなんていう話もありますえここでまあ、衝撃の事実が実はそのグアネジ酸を発見した研究者の方はそこにあのやっぱ同じ旨味の元としてですねグルタミン酸があったんですけどそれをなんか誤って混ぜたのかな そしたら、旨味が、さらにこう、それぞれ単独の場合の7、8倍になっちゃったということでですね、実はこれ、旨味って全く違う、えー、タイプのですね、旨味を、こう、要は、アミノ酸系の旨味と、この、グアニル酸というのは核酸って言うんですけれども、まあ、核ってあの、細胞核の核ですけれども、こういった DNA とか RNA の原料になるっていうことで、旨味を、 動物はどうやら感じるようにできてるんですけれども、この核酸系の旨味とアミノ酸系の旨味が合体するとですね、さらに旨味が倍増するということで、え実はカツオ節とかそういったあの魚とか肉とかの旨味の素はイノシン酸っていうんですけれども、貝類だとコハク酸っていう旨味がありますけれども、こういったコハク酸だったり、グアニル酸だったり、えイノシン酸だったり、グラミえ、グルタミン酸、こういったものがですねえ、重合してこう旨味を作っていくということで、例えば買い出しのカツオ 昆布合わせ出しの味噌汁なんかもう旨味の爆弾みたいなもんですけれども、ああいうのはですね、その七8倍にやっぱ増幅されてるこう旨味のなんか二重層、二重層三重層、これがですね、えー、旨味を形作ってんのかなというふうに思います。工場で作られてようがですね、自然界で作られてようが中身は一緒なので、旨味の中身は一緒なので、えー、そういったところにですね、 え、工場で作られた味の素が体に悪いっていうのは完全に迷信でございますので、えー、こういうこと言ってるやつがいたらですね、頭がおかしいと思った方が、え、いいと思います。